カモニャスです。ケイちゃんです。カモニャルコンチャルです。今日は全中ソフトテニス競技の2日目に来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、個人戦のベスト8からと、団体戦の1回戦までということで、はい、こちらで、今日いよいよ中学生の日本一が決まります。はい、男女今8ペアが、ね、出ているんですけれども、すごい戦いでしたね、昨日も。昨日すごかったっすよ。ファイナルの熱戦とか、応援のぶつかり合いとかね、選手のかっこいいガッツポーズ。えい誰だよ。まあ、ということで、ね、昨日もね、ダイジェスト版でお送りさせてもらったんですけども、今日もできるだけ一人でも多くの選手を撮影して、はい、多くの、ね、選手が頑張っているところを、ね、皆さんに届けられたらなというふうに思いますので、はい、暑い中、皆さん頑張っていきましょう。頑張りましょう。即日公開、頑張りましょう。頑張りましょう、はい。3人体制で今日はやっていきたいと思います。はい、それでは今回は全中2日目、個人戦最終日、団体初日やっていきたいと思います。はい、レッツゴー。レッツゴー。
ぱね、見たかったと思ってね。ちょっと笑ってニコッとしてほら。以上、おめでとうございました。でした。感想をお願いします。と初戦ファイナルですごい気持ち的にも焦ってもうここで終わっちゃうかなって思ったんですけど、しっかりその試合を勝ったら流れに乗れたので、まあ、決勝はできなかったんですけど、団体でしっかり全勝して日本一もう一回になりたいと思います。ありがとうございました。団体も勝って2冠取ります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。北海道代表の美唄市立美唄中学校です。一日でも多くこのチームでプレーできることに頑張ります。気をつけお願いします。お願いします。北信越地区代表の金城中学校です。一生懸命頑張って優勝を目指してプレーします。頑張ります。あー、近畿地方和歌山県日高中学校です。次は日本一取れるように頑張ります。頑張るぞ。わー、と中学では引退してしまったんですけど、高校からは全力でテニスを頑張ります。県大会で優勝したいです。頑張るぞ。わー、中国ブロック代表エムズです。明日に残れるように頑張ります。頑張るぞ。あ、北信越地区代表新潟内野です。日本一取ります。頑張るぞ。あ、
東海地区代表のアミスターです。頑張るぞー、おーい。関東地区代表の横芝中学校です。向かっていく気持ちを忘れずに最後まで笑顔で最高の総体にします。頑張るぞー、おー。第55回全国中学校ソフトテニス大会個人戦の、はい、こっちに行こうか、はい、こっちに行こうか、はい、
はい、チーズ。ありがとうございます。優勝おめでとうございました。ありがとうございます。率直な感想お願いします。実感がまだ湧かないんですけど、優勝できて嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの人に応援してもらって最後の試合勝ててよかったです。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。せーの、ゆりやんの笑顔は